はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おもちゲーム、自動おもちです。ということで、今回はね、夏のヒーローセレクション登場しました。そのね、登場した藤川球児選手をね、今回使っていきたいと思います。まあ、ただ使うだけじゃね、まあ面白くないかなとね、まあ思うんで、まあしっかりとね、火の玉ストレートのみを使ってね、藤川球児選手でね、まあ無双できたらいいかなと思ってます。まあできるんじゃないですかね、はい。まあ、ちなみにね、僕、無課金、まあ、美課金かな美課金なんですけど、まあ、エナジー全部使い切って、A ランクも10枚レベマ使ってね、なんとかここまで育成できたんですけど、特訓マックスとのね、特能がマックスまでいけてないんですけど、お許しください。はい。まあ、僕は抑えるんで、まあ、必要ないかなっていう。はい。まあ、もうエナジーも0個なんでね、まあ、しゃあないですね。僕、今ね、38度の熱があるんで、まあ、体温もね、テンションもガツガツね、上げていきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、それではね、1試合目ランク戦やっていきたいと思います。まあ、とりあえずね、1人出した投げてからやりたいと思ったんですけど、高校会な、もう動画撮ってる時ばっか、違う、先行っすね。もう投手動画撮ったら先行、打者動画撮ったら高校、もう最悪なんですよね、これが一番。まあ、取り間ね、パッて打って、なんとかね、藤川選手につなぎたいと思います。ボール球ヒットナイス。坂倉のね、打感が大好きなんですよ、僕は本当に。はい、というわけでね、とりあえず一人打者ね、一打者だけね、上沢選手投げてね、もうパッとね、藤川選手でね、抑えたいと思います。なんとか3点だったんで、まあ、2回裏も回ってきそうですね。多分強制しなければ。はい、ということで、藤川球児選手ね、やっていきたいと思います。まあ、スピリッツ負けはほぼしてないですね。得度もつきました。さあ、火の玉ストレートだけでいきたいと思います。まあ、本当はね、このスプリット2種をね、うまく使うのがいいんですけど、ナイスピッチング。まあ、このスプリット2種をね、うまく見せて、火の玉ストレートでね、まあ、決めるっていうのが一番いいのかもしれないんですけど、まあ、僕はね、もう火の玉ストレート1球だけで十分です。もう藤川球児選手といったらね、オールスターじゃないですか、やっぱり。カブレラ選手とね、小笠原選手の、あの対戦は僕はね、生では見れなかったんですけど、動画で見てね、もう感動しましたもん。こんな素晴らしいストレートがあるのかっていう。てか、わずか数球で終わっちゃいました。バット打ってね、また裏回したいと思います。ガチクサマジかよ。それはその顔になるわ、調子くんだって。かわいそう、それは。てか、待ってよ。ホームラン打ったら終わっちゃうじゃん。ちょっと待って、なんとかちょっとこう。やばい。やばいぞ、これは。ちょっと、なんとか、まあ。よし、OK。まあ、打てなかったです、単純に。うん、打てなかったです。はい。打てなかった。強かった。よし、ということでね、最後、ここを抑えていきたいと思います。まあ、多分余裕だね。見てる感じ、打たれる気せんわ、本当に。ガチ強え。本当に強い。もう火の玉一球で十分。強いもん、本当に。まあ、本当はね、もう球威を90に、もうなんだっけ、火の玉ボールつけたいんですけどね、称号で。今後ね、煙突コーチとか使ってね、つけたいですね。その顔になっちゃいますわ、調子くんだってもう。僕もその顔になっちゃってますもん、逆に。強すぎて。マジで強え。3球で終わっちゃうじゃん。3球で終わっちゃいますやん、もう。もうこの辺の、真ん中とかでも強いんじゃないもう。ど真ん中ストレート。あ、さすがにね。さすがにね。まあ、いいですよ。あ、本当はね、もうストレートだけで三振取れたりしたらいいんですけど、やっぱゲームの世界なんでね、やっぱそれはちょっときついんですよね。さすがにね。うん。さあ、まあ最後ここでね、締めたいですね。いやー強いね。やっぱポップレーになっちゃうよね。あざっしゃ。ってことで、ちょっと2試合目以降、ちょっとルーム戦でね、やりたいと思います。はい、というわけで2試合目ね、相手ヤクルト巡査の方ですね。ってことで、僕はね、まあ、ちょっと超高速でね、ちょっとやりたいと思います。まあ、ちょっととりあえずね、もう、ダルビッシュ敬遠しようかなっていう。もうここ敬遠して、もう藤川球児だけね、もう2イニングをね、0点でね、抑えていきたいと思います。まあ、多分いけるでしょ。
まあ、さっきの見た感じだといけそうだし、やっぱ超高速の方がね、やっぱ強いんで、まあ、ランク戦もどっちも強いんですけど、まあ、言うてもね、ストレートだけなんですけどね、僕が使うのは。まあ、余裕ですよ。はい。ちなみにね、今もうちょっと、熱が上がりすぎててやばいっす、ほんとに。体温めちゃくちゃ熱いっす、今。さあ、ということで。まあ、とりあえずね、こう外角の火の玉ストレート投げて、からの、低めからね、入れていきたいと思います。これ多分強いよ。いや、これ強いわ。これ、あえてボール球にすれば強いわ。振ってくれるでしょ。ちょっとさ、三振取りたいよね、やっぱり。これじゃない？リアルだったらこれ、まず三振するよ、本当に。ほら！これが見たかったのよ！本当に！ストレートだけで三振はかっけえわ！マジかっけえっす、本当に。僕のあのオールスターを再現させてくれるような、僕のじゃないっす。ここも、なんとか三振取りたいな、ここも。なんとか間を開けたりしてね。なんとか。いや、強いね。強いわ。やっぱ大会ってのもあるけど、本当に強い。もう一回高めのして、うわまあまあまあ。この辺外角とかもミノさん取れんじゃねえ、ワンちゃん。まあまあね。すんないですよね。ならこれで、あ、ミスった。レスピ出なかった。はい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 。いやー、ベスピちょっと出ない。すいません、ほんとに。頭痛のせいかな？いや、いいね。強い。マジで打たれ行きしないもんだって、ほんとに。ガチ強えわ。これは？はいはいはい、入ってきます。スタミナがやばい。スタミナがやばかった。忘れてた。オッケー、ナイス。もうナイスピッチングだよ。ナイスピッチング。なんとかちょっと1点でも2点でも取ってね。ちょっと最後回していきたいと思います。なぜかね点取れなかったんですけど、まあしゃあない、まあそういう日もあります。はい、まあ、切り替えでね抑えていきたいと思います。さあこれはどうかな、ファウルかな。これちょっとファウルフライ上げてほしいな。ちょっとね三振も取りたいけども、ちょっとスタミナがねやばくなってきたんで。 OK ナイス。まあ、本当はね、まあ、他の球種も使いたいところなんですけど、まあ、ツーシームも強いしね。まあ、僕はね、もうなんなら体、てか、火の玉だけでいいじゃん。全然打たれる気しないんだけど、この2試合で。全く打たれ、ますよね。まあまあ、そんなね、甘くないことは僕にも知ってます。体力が切れてきたね。こっからが勝負だよ、火の玉ストレート。浮き上がるかな？オッケー、強い。甘いところの火の玉も強いよね、本当に。さあ体力がなくなってるけども、なんとか上がってくれ。いや捉えられて、取れないか。大谷さん、大谷さん取ってほしかったな今のは。まあしゃあないしゃあない。スタミナがもう完全に切れてます。さあこっからです、勝負は。なんとか抑えたいな。ベスピが出ない、すいません本当に。取ってくれ取ってくれ取ってくれ、無理か。うわ、失点しちゃった。まあ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 、いいですよ。いいですよ。ここで切ろう、ここで。ちょ、スタミナがもうない。なんとか気合いで。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。1点ならいいっしょ。十分、十分。なんとかちょっと逆転してね、藤川さんに勝ちをね、もたらしたいと思います。オッケー、ナイスバッティングってことで藤川さんに勝利をあげれました。はい、というわけでね、今回藤川選手使っていったんですけど、ですね、動画がね3試合撮れてなかったんですよ。ちょ、それでねもうガチ泣いしましたね、本当に。まあ、けどね、まあ、今撮れた2試合でも十分ね強さが分かったと思うんですけども、まあ、ぜひ皆さん火の玉ストレートだけでもね使ってみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本日ね登録者も6000人突破しまして、今ね8月中にね登録者7000人突破できるようにね頑張ってるんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それではおちち。